かお過ごしでしょうか。ゆうきチャンネルの中の人はゆうきです。本日は詰将棋3手詰めを、ご覧いただきたいなと思います。本日も日本将棋連盟のお題から拝借させていただきました詰将棋をですね、参考にさせていただいております。はい、ということでね、棋譜の方を読んでいきますので、そちらの方をぜひ参考にしてください。今回の詰将棋はだいぶ縦長な形になっておりますね。玉方2二角3三金3四玉、この3四玉を詰ませる形ですね。2五歩、ここまで玉方の駒合計4枚あります。攻め方同じく4枚、2一角2四玉2四銀、3六桂4六飛車、はい、この4枚を使ってですね、この3四玉を詰ませてみてください。はい、ということで1分間、考慮時間です。お考えください。はい、では解説していきたいと思います。今回はね、少し手短にいきたいと思います。ここまでね、皆様ご視聴いただきましてありがとうございます。まず動かす駒なんですけども、この飛車ですね。はい、この飛車を使ってですね、詰ませに行くんですけども、飛車がね、なるという手がありまして、4三飛車成とこう打つわけですね。角が効いていますから同玉で取ることはできません。なのでこれもう同金で取るしか方法がないんですね。はい、で、続きましてですね、1二角成で、これでね、なんと防ぎようがないので、これでなんと詰みになってしまうんですね。ここ桂馬効いてますね。銀がいて、金がいて、馬がしっかり効いている、銀がいる、取っても桂馬がいるからこれ取れないということで、なんとこれで詰みになってしまうんですね。ではもう一度解説させていただきます。初期状態がこのような状態。4三飛車成、同金。角が効いてるので、同玉では取れませんから、同金で取ります。1二角成で、これで詰みという形になります。はい、ということでね、本日の動画は、かなり短いですけども、ここまでとさせてください。はい、ということで本日はご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画もご覧いただければと思います。そして、チャンネル登録ですね。そして、高評価ボタンをですね、ぜひぜひ押していただきたいかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。